ところを見てください。物体が水中で上向きに受ける力のことです。はい、部分の体積が増えるほど浮力はどうなりますか？はい、そうです。物体の水中にある部分の体積、水がこぼれるかもしれないので周りに物は置かずに魚の醤油入れとかあるんですけど、でもやっぱ尖ってるので怪我に気をつけながら、あとで釣りゲームをするので、2つともこれの中に押して水を入れてにじって、今は浮いたから大丈夫だけど、もし沈んだりとかしたら針金の巻き数をちょっと少なくしたり、あと水をもうちょっと減らしてみたり、そこに注意とメガネをして始めてください。待って、意外と硬い。指先に刺さる恐れとか考えるともうちょっと柔らかい方が。背びれの難しい。しました。水がなかなか入りません。あ、入った。平らが外ってことはね、だからこう向きです、こう向きです、うん、こう向きです。そこで離してみて、これが基本なんでしょう。チューン入れます。チューンって書いてある。プラチューン、あれ沈まない。嘘、こんなことってありますか？あれが、いや引っかかってただけです。あれ一緒だ、はい、入れる、いきます。こっちも浮きます。倒して押すと、おお、下がりますね。ちょっと待って、ずれながら行くのがいいね、2匹がね。そうそうそう、それでそうすることだね。全然ずれない高さを調整する。そうだね、圧力だけ強く押すと2個、まず1個目いって、もっと強く押すと2個目がいきます。釣るのが難しい。あ、ボトルを動かすのはルール違反。あ、そう、圧力だけでいきます。わかりました。ハスカの原理とアルキメデスの原理だけでいくと。あ、観察図を書いてみてください。で、観察図を書いて3番の観察図を過去1から状況になっていて、水が入るってことは圧力が小さい時に浮力が大きくなって陣子は浮くっていう、この原理をアルキメデスの原理って、取れそう、取れません。